はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはバルナックライカ用の接写装置ですね。だいたいバルナックだと、バルナックのつけるレンズだとだいたい被写体に寄れるのが約だいたい1メーターぐらいですので、それ以上近づいて、撮影したい時には活躍してくれるこのヌーキーになります。だいたい約被写体の40センチほど約40センチほど近づくことができますので、今までと違った撮影を楽しむことができると思います。はい、でこちらレアのレンズキャップ付属します。はい、こちらはヌーキーとあり、ヌーキーでレンズ用でちょっと何種類かありまして、こちらは、こちらに書いてるんですけど、ちょっと見づらいかもしれないんですが、ズミタールと、ズマールとヘクトールの5センチですねが、こちらに合うようになっております。これ窓が 大きな枠と小さな枠があります。これは小さな枠のタイプになっております。はい、まあ、小さな枠でも板金タイプと板金タイプでも、ダイキャストタイプでもどちらも使うことはできますので、それは問題ないです。はい、はい、ではまずは外観から見ていきましょう。液器部分は特に問題ないですね。うん、で黒い枠は珍しいですね。この辺はね、黒いペリントなんで案外ね、メッキが剥がれたりするのが多いんですが、こちら特に問題ないですね。はい、枠も問題ない。メッキ関係、あとマウント関係ですね、もう問題ないです。特に問題ないですね。はい、はい、ではこちらあと当店で整備済みで、その時はこのヘリコイドグリスをね交換してますので、非常にスムーズです。非常に軽く回ってくれます。はい、であとこちらレンズも清掃してますので非常に綺麗です。はい、あとこちら、あとパララックス補正のこの枠内でね、これちょっと動くの、これパララックス補正してくれますので、その枠もしっかりと動いてますの、はい、の確認できますね。はい、はい、でこれが、はめ方とすれば、これはねズミタールなんですけど、これを振動させた状態でこちらの爪がありますよね、とこちらのヌーキーの中の爪を噛み合わせるような感じでカチッとはまるまでね、これでこれだけで大丈夫です。でその際このレンズのヘリコイドは関係ありませんので、こちらのヘリコイドで視度調整をすることになります。はい、こちらで距離計連動してますので、特に近距離用の調整とか必要ないです。はい、まあそれでね、はみ方はねそんな難しいことはないし、そんな使い方は特に難しいことはないんですが、まあちょっとね不安があったり、不明な点でちょっとお聞きしたいことがあるなら、そのことでもお気軽にお問い合わせください。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。バルナック用接写装置ヌーキーのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。